顔を主に、はい、進次郎くんは出馬するそうですね。で、これも決まってるんじゃない？進次郎くんってことでね。っていうのはね、岸田くんがお盆中に、突然は次出ません宣言してよね。で、直前まではね、出るつもりだったらしいんだよね。うん、でも岸田くんの元に入った情報は、進次郎くん出るらしいようで、進次郎には、勝てないで総裁が負けたらかっこ悪いからやめようっていう決断に至ったんでしょうね、うん、だから決まってるっていうか、まあ、この人が出るともう岸田君は勝てないと判断したわけだよね。でこの人何推薦人が40人も集まってるんだって、うん、でもいいよ、もう この人にやってもらえばいいじゃん、うん、でその後、総選挙で自民党が惨敗して、で、3ヶ月くらいで辞めてもらったらいいんじゃない、この人。うん、でも自民党が終わるでしょ。で、この進次郎くんは、一回総理になったら、もう次は無理だよね。うん、まあ二回やったのって安倍くんくらいでしょ。で、一回やってもらえば、もう次なくなるからいいんじゃないの。うん、だって森とか麻生とかさ、短命だったわけでしょ。うん、でまあ進次郎くんはキングメーカーにもなれるのかどうかね、うん、でさこの総裁選のさプランニングしてる人ってさあの人じゃない、もしかして藤川慎之介くん都知事選でさ石丸くんの、選挙対策してた藤川くんが総裁選のプランニングもしているとしたらもう決まりでしょでこれはさ、進次郎くんがこんなに人気なのは、まあ、自民議員は、自分の頭の中は、あれでしょ、次の選挙で、落ちるかどうかで頭がいっぱいなわけで、まあ、そのために、まあ、客寄せパンダ的な総裁であってほしい。だから40人も推薦人がいるってことでしょ。まあ、いじましいっていうかさ、もうこの自民党のレベルがわかるよね。うん、で進次郎が総理で選挙に勝てると思っている自民議員も甘すぎるっていうかさ、レベルが低すぎるっていうかさ、じゃあやってみればいいじゃん、進次郎総裁で、総裁じゃねえ、もう総理になっちゃうでしょ、うん、それで総選挙やってみたらいいよね、はい、でね、その解散総選挙はね、もう11月って決まってるらしいです。うん、でなんかニュースには出てこないけれど、もう永田町界隈はもう11月解散総選挙予定で動いているらしい、うん、だからどの議員もね、うん、特に自民党なんかはもう戦々恐々としてるでしょ俺の選挙私の選挙どうなる、ね、でバーベキュー君とかも無理じゃない、うん、いよいよ落選かな、バーベキュー君ね。で壺ももう自民議員は恩知らずだからもう応援したくないみたいに言ってるよね。そうするとバーベキュー君はあれ壺頼みの選挙ずっとしてきたでしょ、うん、面白いよねバーベキュー落ちたらね。で私はこの総裁選でね一番指摘に注目してるのはこう麻生がね麻生をの凋落、うん、執権っていうか麻生が落ちぶれてくれたらこれ一個の大きな目標が叶うんじゃないっていうか、うん、自民党はさ一朝一夕でそんなまともになるはずはなく、まあ、ちょっとずつお掃除が進めばいいですよね。で麻生をお掃除できたら政界はねだいぶ爽やかになるんじゃないかな。 で麻生ってさなんかやたら元気だよね、あの年にしてね。なんか特別なビタミン剤でも飲んでるのかなと思ってましたが、あの人さオリンピック出たじゃん麻生って、あの射撃でね。で多分さオリンピック出れるほどの腕前があるってことは、なんだろう、ある程度うまい、まあ、ある程度じゃないかオリンピック出れるからね。でもあれも一応スポーツ競技なわけでしょ、射撃もね。でスポーツ競技で上達するためのコツっていうか、まず姿勢が良くないと絶対どんなね競技も武道でも強くなったりうまくなったりすることは
ないでしょうね、うん、だから麻生はさ射撃の練習を通してあの姿勢が良くなったっていうか割と姿勢いいじゃん、そんな年寄りっぽくないよねあの麻生の姿勢ってね、うん、だからビタミン剤よりも、うん、体がある程度できている健康を維持できる形にできているんじゃないかなっていうのが、私の妄想です。でじゃあ麻生どうするのっていうねこの総裁選で、で多分さ最後の決選投票は、ポエム君とあの坪ホークになるでしょうね、うん、で麻生は今坪ホークを推しているという噂もあります。つまりキングメーカー対決ね、ガースがポエム君を推し、ガースが坪ホークを推すことで、でキングメーカー対決の行方はどうなるでしょうか、ね、で坪ホークの坪記事が出てきたってことはガース派がねなんか坪情報をリークしてそうですよね、うん、で進次郎君の悪いニュースは今のところ出てきてないね、うん、だから麻生側も一生懸命探してんじゃないのこの進次郎君のねネガティブニュースね。であとね麻生君は最後このポエム君が有利と見たらポエム君に乗るんじゃないか、つまり勝ち馬に乗っていや俺も最初から進次郎を応援してたよってことにして、なんだろうキングメーカーのさ意地を保ちたいかっていうか失脚しないようにうまく立ち回るのかもしれないですね、うん、で進次郎君の悪いニュースも出てこないけれど不思議なのは麻生の記事ってめったに出てこないよね、うん、あいつ相当悪いでしょだけども麻生に関しては相当情報統制されてるような気がするんだよね、うん、森よりもね、うん、あと知見がさ麻生に忖度してるよね未だにね。で広瀬めぐみくんがあの詐欺案件でもう本当だったらあの逮捕されて当然なわけでしょう、でもやっぱり在宅起訴で行っちゃうみたいですね、うん、だから畝本直美くんはあの検事総長ね、あの人は、うん、麻生にやっぱり忖度してるのかな。そう考えると麻生の権力はねまだ続いてる、だからこれを機会にね総裁選を機会に麻生失脚まで行けたら今回の総裁選はまずまずの収穫があったということになるのかな。で、はい、でね、じゃあそうだこの記事をね読んできますかね。で進次郎君は出馬表明はしてないんだよね、うん、だけど僕は総裁選出るから推薦人になりませんって周囲に言ってるらしいから、まあ、まずまず出るでしょうって話ね。で出馬表明したのは今のコバホーク一人ね、で40代出てきました、で進次郎君のニュースも出てきました。であ今回は40代対決ですよっていう、うん、これを伝えたいのでしょうね、うん、これニュース出す順番も大切だよね、うん、誰が最初に出馬表明するかとかさ、うん、この人が出そうみたいな話でもう、規定路線持ってっちゃうでしょ。まあ、決まってんだよねもう規定路線でね。で、まあ、一応ねこの にぎやかしにいろんな人の名前も出てくるでしょうが、芝君はもうガースに捨てられちゃったのかな、うん、進次郎出てこないんだったら今一応人気があることになってる芝君を推す予定のガースでしたが、ね、進次郎君出てくるんだったらもう一本化で行きたいのがガースでしょうね。で河野太郎も無理だね。で、ね、出馬の意向を周囲には伝えてるというね、進次郎くんね。で、進次郎くんはね、ちょっと発言はもうヤバミサーなのですが、ね、わけわかんないことばっかり言ってますが、割合ね、礼儀正しいんだって。うん、ガースに対しても、お礼をしっかりしたりとか、ね、したりとか、だから可愛がられるタイプ。で確かにさちょっと憎めないとこあるんだよねこの人ね、うん、でもそれで総裁決めちゃまずいと思うけれどね、だから能力的にはさ今出馬するって言ってる中で
まあまあ この人かなっていうのは、まあ、茂木君か林芳正君ぐらいじゃない。でもあの2人は無理だよね。で進次郎君は出馬表明はギリギリまでしないでしょうっていうのは、今回ね、なんかこの選挙戦が長いんだって。15日間くらいで、でここで候補者の論戦みたいのをねやると進次郎君のボロが出てきちゃうから できるだけギリギリになって出馬表明したいところでしょうね、うん、だってもう勝てるってことは決まってたらね、余計なことを言うよりも最後までさ静かにしてた方がいい、ある意味ね。だから都知事選のゆり子作戦だよね。ゆり子も論戦はさ極力避けてたじゃん、うん、でも当選できる見込みがあったから静かにしてても全然安泰だったわけで、今回進次郎君は現職ではないけれど妙な強みがあるから静かにしていた方がいいでしょうね、うん、先に手を挙げるとこの攻撃材料になっちゃうっていうね。で、あとはね、まあこれどうでもいいようなね、どうでもいいような小石川連合うんぬんかんぬんで、はい、そういうわけでね、まあ進次郎君は、まあ決まりなのかな、多分こんな感じだよね。あとはお祭り騒ぎにして、まあ注目を集めて、で立憲の代表選には目がいかないようにして、で立憲も何、今、枝野さんと、枝野さんは出馬表明いち早くしちゃったよね。だからさ、こんなに早くさ、表明しちゃうとさ、後が出づらくなるっていうか、もうあれ、なんだろう、作戦なのかね。うん、枝野さんがいち早く出ちゃうことで、みんな立民の代表選には期待しなくなっちゃう。あ、また年寄りが出てきたんだ、みたいなね。うん、で、自民は、はい、この若手の一騎打ちですよ、みたいな、もう新しい一面を見せる、うん、やっぱこう選挙プランニングはさうまいよね、自民もね、さすがにね。であとさ、立民が何、野田ブーも出るかもしれない。でなんか一番出ちゃいけない人の名前が上がってきちゃってるでしょ。立民どうするんだろうね、うん、でもさ見どころはこの解散総選挙ですよね、うん、11月の解散総選挙の結果に、ここをなんかさ注目ポイント、まあ注目してほしくないんだろうけれども、こっからですよねきっとね、うん、で安富さんが一番なんかこう的確な解説をされてるなって思うのは、今回の総裁選がこれ最後じゃないっていうかね、うん、だから自民の総裁選やって総裁になるともうそっから首相って流れだったでしょ今までね、うん、その意味での首相を選ぶって意味での総裁選は今回が最後ではないかってね、うん、っていうのはもう自民党は実際20年前くらいに終わった政権だったのですが、安倍君がねずる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 この政権を延命させてましたというね、自民政権を。でその終止符を打つのが今回の総裁選で、でこう進次郎君みたいな人がさ出てきてくれた方がいいわけだよね、逆にね。自民党をぶっ壊すでなんかお父さんの言葉をさ実行してくれんじゃないのこの息子が最後本当に自民党をぶっ壊しちゃう、はい、その役者として、立役者として進次郎君期待していますよ、はい、今日はこの辺で失礼します。またやります。ではまた、バイバーイ。練習を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもいくら監視していて金泥棒させないぞ。